男が車内で暴れ、運転席に備え付けられていた防護板を壊したとして逮捕されました。言われてやじないですか、ジンさんに。やめてください。防護板を蹴るなどして車内で暴れている男、一緒に乗っている友人が止めに入っています。器物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのは、札幌市中央区に住む27歳の男です。男は昨日午後2時前、ススキノからタクシーに乗った後、南九条西10丁目を走行中に防護板1枚を壊した疑いが持たれています。運転手に怪我はありません。警察によりますと、男は犯行当時